はい、どうも、ちょろです。今回ですけども、ワンショットのミッキーとヤブちゃんの家、ヤブちゃんの家じゃないけど、ワンショットの拠点にお邪魔して動画撮らせてもらうと思うんですけど、ワンショットは結構欅坂のファンっていうことで有名で、ミッキーがそうなのかな、どうします、はい、ヤブちゃんがマナカ。マナカっす。で、ミッキーがテチ。はい、テチです。まあ、欅坂46の大ファンってことで、で、俺も欅坂好きなんですけど、言ってもまあ、素人的な好きさなんですよね。まあ、曲聴くとかぐらいのレベルで。で、今回は2人がいるということで、欅坂46の全メンバー覚えるまで帰れません。イエーイ。何46人？違います。違う。41です。41。漢字欅が21名とひらがな欅が20名です。めっちゃ多い。ひらがなめっちゃ多いやん。増えたんですよ、2期生が。いや俺多分漢字欅っていう、まあみんなが知っとる方、多分10人ぐらいはすでに知っとると思う。正直なんか聞いとるし見とるし、しかも実際生写真買ったことあるしっていうのに覚えとると思うから、問題はひらがな欅かな、加藤志保ぐらいしか分からんから、パッと名前出てくるの言ったら、それをまあ覚えていけるのかってことで、一応今回ミッキーがこの写真を用意してくれてるん で名前が下にこれ載ってるんですけど、名前を隠しながらこうめくっていって全員言えるまで何時間かかるのかやっていこうかと思います。一応こっちはロケマサと2人で覚える感じで、まあさすがに1人でこれ覚えるってなったらちょっと厳しいと思うんですよ。3時間の4時間かかっちゃうから、だから2人でやっていこうかなと思います。覚え方とか普通に見て覚える、書いて覚えるとかね、見て覚えた方がいいんじゃない、書いて覚えたらいいんじゃない、書いて覚えてやばい、漢字は無理やから、顔を見て名前を言えたらいきたいと思います。で、ちなみにミッキーです。ミキオ。はい、ミキオなほんまに本名。いや、ミキヤです。あ、ミキヤな。で、ヤブちゃん。はい、ヤブちゃんはめっちゃ人気あって俺知っとるからさ。いや、全然です。ほんまにいいキャラクターしとって。ヤブちゃん今日会ってから武士みたいな感じなんですよ、マジで。緊張すぎて。いや、こんな静かなやつほんま初めて見るぐらい。めっちゃ静かやから、いつちょっとおちゃらくたキャラなんで。いや、出したいですよ、ちょっといいから。いや、徐々にちょっと出していってほしい、ヤブちゃん。いや、ヤブちゃんでも多分俺の視聴者みんな知っとるよ、多分。あ、マジですか。うん、コメントあったもん、ヤブちゃん前にミッキーとちょっと軽く動画出た時にヤブちゃんとコラボしてほしいみたいなあったから、はい、結構もうイケイケ言ってくれた。それはじゃあ了解です。じゃあちょっと覚えていきたいと思います。はい、ちょっと一人一人ちょっと見ていきたいと思います。これが上村里奈。はい、あー、もう名前は知っとる。多分 DVD みたいなのを吸い取って買った時にこの子が先にみたいな人みたいな DVD なかったっけ。あー、あれ、ま、特典映像、そう、ショートドラマで俺それ見た。あれ先生となんか、そう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 、はい、それ俺それ見たか。俺だから覚えとる。あ、これはいけるわ、上村里奈。はい。あ、分からん、これは。いや、この子めちゃめちゃおもろいです。え、ちなみに相性は、ウエム。ウエム。あ、お関スタイルとか言う。お関スタイル。あのメンバーの中で一番モテてます。あ、メンバーの中で、はい、はい、ダニーって呼ばれてます。ダニーそれはどこだ。ダニーはどこだ。消えたダニーになっちゃう。ダニー。あ、見たことあるけど、この子関西です。小池みやみ、みーちゃんって呼ばれてます。みーちゃん、ちなみにみーちゃんのやつは伸ばし棒じゃなくて、いいのみーちゃんらしいです。あ、詳しいなほんま。あ、見たことあるけど、これゆいちゃんズの小林ゆいちゃんと、小林ゆいちゃん、はい、ゆいちゃんズって何おる？ 3 人。いや、2人。2人。今泉ゆいちゃんと小林ゆいちゃん。おー、なるほど、はい、あ、斎藤冬香。あ、おった、この子おった。風ちゃんです、ね、風ちゃん。この子もめちゃおもろいです。さっきのダニーと2人で笑いとって。ダニーがどれだかもあんま覚えてない。で、次が佐藤しおり、はい、しーちゃんです。しーちゃん。似とんな。カモン、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 え、カモン、カモン、カモン、次。あ、そういうことか。まだか、まだか。この子は俺分かる、志田真奈香。俺この子は多分もうすでに覚えとうから。あ、マジですか、ありがとうございます。ヤブちゃんの激推し。激推しっす。神推し、超推し。神推し。最近なんか文春法食らったって。ああ、そうなんですよ。それでも激推し。激推し、関係ないっすね。ああ、そんな関係ない。僕はガチ恋とか全くないんで。存在ないじゃあ、覚えとう子はもうとりあえず一回避けとこう。はい。菅井さん、菅井優香、リーダーね、キャプテンは覚えてます。なんかこの間ヒカルさんが一番菅井さんと握手したいみたいな。そうそうそう、菅井さんは実は僕会ったことはあるんですよ。握手会じゃなくてありがたく仕事で、その時に唯一軽く交流させてもらったんで、頭残ってますね。写真集あるんで。ああ、それ動画撮ってん。あ、はい、エロいかなんか撮ってんやろ。フィアンセです。めちゃめちゃお金持ちで。あ、乗馬が趣味やろ。確かに俺そこまで知っとかな、この子の話は。素晴らしいです。この子分からんな。鈴本美優。鈴本、鈴野。あと栗太郎とか。栗太郎。あ、この子なんか知っとる。なあこちゃんですね。長澤奈々子。じゃ結構宗教地味けてファンの子は、みんななあこ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 みんなずっと言ってます。俺らの動画載せてもコメントでなあこ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 みたいな。そんなんや。これ奈々かじゃないやん。はい、そうなんですよ。奈々来ない。あ、長浜出る。これは覚えとるで。写真集出しとったよ。めっちゃ売れてます。写真集めっちゃ売れてます。長浜。ここは覚えてます。ひらがなから県にやったんですけど、ちょっと忙しすぎて。はい。今はもう漢字だけになりました。へえ。あ、羽生さん、羽生瑞穂。俺覚えとるで。身長が一番高いっす。あ
ああそうなんや。171cmで高いな確かに。ああ見たことある。ごぼうちゃんす。ごぼうちゃん。なんでなんごぼうちゃん。いや僕分かって言うとこですね。えどうですか。番組でも。えマジで言うとな。全国のごぼうちゃんらしいですね。あ、テチ。はい、もう我らキラキラ。はい、ヒラキ様で。みんな知っとるよ。ヒラキ坂のこと詳しくなくても、テチは知っとる人多いんじゃない。はい。不動のセンターみたいな。あ、森谷あかねさん。はい、副キャプテンです。そうなんや。はい。あ、なんか見たことあるけど。ヨネさんです。ヨネさん、ヨネ対ナナミ。微生物好きで。ミジンコとか。ボルボックスがめっちゃ好きです。ボルボックス。はい、ボルボックス。聞いたかも、ボルボックス。で、石森二時間。はい。この二時間って名前おったわ、生写真やった時に。僕らの動画でも石森ってとこすね、あつ森みたいな。石森、あつ森。ニックネームがチョコマンって。チョコマン。小学校の時にチョコが主食みたいなのがいじられてる。あー、なるほどなるほど。チョコマンみたいな。はい。ちなみにヤブちゃんも全部言えるね、名前。あ、僕も言えますね。もう隠しちゃって余裕なよ。あ、まあ余裕っすね。うすごいな。ちなみに白丸の誕生日は11月23。知っとるわ。いや、まあ、そうっすね。テチも知らんけど誕生日。テチは6月25っす。おー、知っとんや、誕生日は知っとんや、やっぱり。推しは。はい。これは今泉ゆいちゃんっす。これかっこええな。めっちゃ人気っす。この間神対応。これなんか俺が動画の中で握手神対応っぽいなって言って。あー、そうっす。じゃない。あ、そうそうそう。やんな、それですごいヒカルさん渡ってますよみたいなコメント来たらこうやんな、多分。もう顔をめっちゃこう寄して、なんかもどっか一個褒めてくれるんですよ。ミキどこ褒められたっすよ。俺は髪型似合ってる。今までね、髪型も見られたい。でも、めっちゃ列長かった、その間も4時間ぐらいかかった。え、一番列すごい。あ、一番すごい誰だ。テチちゃん。テチちゃんも握手会6枚目から参加してないんですけど、ただ、この子はちょっと活動休止してて、2枚分のシングルぐらい関西で参加できてなくて、それで久しぶりに参加したら、もう列がえっくいできてもって、もうすごかったですね。あ、渡辺理香。ベリカ、ベリカ。はい、ベリカ。渡辺理さん、あと1人。はい、そうです。あ、もうこれはもうセットで覚えてますよ、この2人は。でもほんまにもう同い年なんですけど、てっちゃん就活50社落ちてて、めっちゃポンコツなんですけど、もう可愛い。え、それでアイドルになったってこと。あ、そうなんですよ。落ちてよかったな。いや、ほんまによかったです。でもなんで落としたのな、こんな可愛い子。いや、もうでも本当にすごいぐらいポンコツですね。なんか紙パックのココアとかを、あのリュックサックに途中で飽きたからしまっちゃって、カバンめちゃめちゃなったりみたいな。あー、誰でも分かるようなことを。天然なんや、ちょっと。はい。すごいね。あー、すごいさんですね。似とるよな、ちょっと。そうです。両方も雑誌の専属もやってて。あー、そうなんや。この2人はまあ覚えてますね、やっぱ。今覚えてるのは8人。加藤志保覚えてるんで、9人かな。9人。え、ちなみに6番さんは？俺、テチしか知らないです。あ、やばいね、それは。さすがにそれやばいな。でもまあ、そんぐらいいけると思います。俺、ほんと何も知らない系なんで。一応、じゃあ次と、ひらがな。一通りね、井口真央。もうめっちゃおもろいし、マジで。どっちがおもろい、男女と。あー、でもほんと個人一人やったら、今の方が面白いんですよ、と。今。イグマってこれ。イグマ。はい。もう、井口真央、略してイグマ。牛を、おったら、お前、確か生しいんで。挨拶があって、サリマカシーっていう、なんかインドネシアに住んでたんですよ、幼少期に。それでサリマカシーの挨拶とかけるサリナでサリマカシー。どっちの方がヤブちゃんとミケタとケヤキのこと。いやー、まあクイズ大会とかありますけど、まあ4回やってと全部合ってますね。まあ、ひどい。あ、じゃあミケすごいんやった。でもすごいですね。いや、僅差ですけど、でもなんか人によったりします。はい、もうまだかどクイズは負けたみたい。ひらがなも全部言える。あ、言えますね。全部しとんやん。僕知ってますね。まだ専属じゃないん。まだ専属ではないですけど、まあその中でもまだやってないです。すごいな、ガチなんや。柿崎めみ。あー、おったな、この子。なんか名前が難しかったよ、確か。僕が唯一東京で遭遇したことはメンバーです。あー、そうなの。声かけてなかったんですね。羨ましすぎるわ。一般人紛れとったとこ。普通にマスクつけて、その時腕骨折してたんですよ、めみちゃん。で、腕骨折してる人おるわと思ってパッて見たら、えーみたいな。みんな気づいてなかった。気づいてないですね。うわ、そうなんや。すごいな、それ。鍵山優香、サッカーが好きで、審判の免許とかも取ったりするぐらい好きで。俺でも好きの方向性間違ってない。それで審判の免許取ろうとならへんけど、サッカー好きやからって。いや、ほんまに賢いんで東大目指してる感じ。ああ、そうなんや。加藤志保来ました。まあ覚えてますよ、この子は。ビビりすぎる。前で覚えましたからね。斎藤京子。もう僕のひらがなの一押しです。一押し。はい。あ、佐々木久美。この子持った名前。キャプテンです。ひらがなのキャプテン。はい。佐々木美玲。兵庫県。兵庫県出身。はい。すごいな、ほんま詳しいな。やばいやばいな、詳しさが。やぶちゃんもそれは知ってんやん、全部。知ってますね。ひらがなの今センターですね。ああ、そうなんや。やっぱショートカットが真ん中に行きがちなんですね、やっぱ秋元康さんのグループって。確かに基本全員ショートやもん、大体。高瀬真奈。この子も結構グローバル少女って。へえ。高本彩香。なんか高本彩香なんですけど、メンバーから竹本って言われてるんですよ。竹本ノリで生きてる、結構おちゃらけ系ですね。ああ、これは僕の調子です。東村メイ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 っす。メイメイ。もうめっちゃおもろいっすよ。握手いたんですけど、初めて握手会って5枚ぐらい出して、5枚一気に出したら3秒間ちょっと増えるんですよ、1枚よりは。3秒ぐらいかなと思っとって、やばい、そんな大好きっすみたいな感じで言って、向こうも返答してきて、まあそれで終わりと思ったんですよ。だから剥がしの人が全然押してこへんなと思って、まだみたいな、何言おうと思ったら、とりあえず僕ヒロキって言うんですけど、ヒロ君ちゃんのような上の会社って言ったら、だからヒロ君と言って、僕もそんなメイメイって言ったら、メイメイ。
ねえし。広く見るけど、ずっと繰り返しとったっす。結構じゃ運良かったよ。最高っすよ。あ、そんなこともあるんや。剥がしがちょっと機能してない時ある。いや、それ多分僕のこと気づく。まあ好きや。なるほどなるほど。広く広くっす。ヒロ君これからもヒカルさんにもヒロ君ヒロ君になるかもしれない、コメント欄でヤブちゃんにヒロ君になるかもしれない。申し訳ないですけど、ヒカヒカって言わないといけないですけど。それじゃ似とるな、確かにバナカって似とるじゃないですか、推しと。あ、分かってくれますか。うん、雰囲気な、ショートカットがいいんや。そうそう。かわいいな。ここから2期生です。あ、2期生2期生は多分俺生女子に見たことないから初めて。初見ですね。寿司が好きなんですけど、寿司しかないっていうキャッチフレーズでやってますね。金村美久、でも2期生の中でも人気の子はおるんやと思う。そうですね、そうですね、いますね。おるんや、はい、変わったひな。この子は石橋を叩いて渡しちゃうタイプの子ですね。お、かわいい。この子の方がやばいですね。もう人気ない、モデルみたいな。一人だけなんかもう完全にクラスで一番美人みたいな感じ出しとんのオーラ、富田鈴香。この子パリピちゃんです。カリピちゃん、ラップが好きで面白いですね。二分明かり、はい、難しいな。この子のね、キャッチフレーズ変わってて、剣道やってちょっと肩幅広いみたいなキャッチフレーズも、うん、ああそうなんや、はい、二分明か、めちゃめちゃ性格もいいオーラが溢れてて、やばいですね、はい、浜岸日和、この子めっちゃ若いですもん。多分最年少歳15歳。15歳、最初の手打ちぐらい。そうですね。これ何歳から何歳までメンバー。15から22。多分ペイちゃんがめっちゃ広いな、はい、幅ですね。今って契約が卒業者とかおらへん。いないですね。やっぱ当分卒業ってないもんね。まだ多分2年ぐらいなんで、多分4年5年とかになってたら分かんないんですけど。だって総選挙ないよな。ないですね。乃木坂と欅坂って番組いつも発表って感じで。あ、発表するん。そうなんですよ。人気みたいな。人気は言わないですけど、フォーメーションを番号順でもう。ああ、なるほどなるほど。でいくみたいな。あれセンターが誰みたいな。はい。あ、そうなんや。めっちゃその時だけ番組のちょっと凍りついてるんですけど。そりゃそうやわ、マジで。見てるこっちが胸痛いみたいな。ああ、確かに。松田好花。はい、この子京都っす。確かに京都っぽい。好きな食べ物は納豆ですって言ってますね。宮田真奈も、この子めっちゃ古風な子でね、御朱印って分かります？なんか、うーん、分かる分かる。それを集めるのが趣味みたいな。へえ、めっちゃ名前も今時やのにな。そうなんですよ。ラストが、お、また新しい渡辺。そうです。これは鍋ホ、いや、これベミホス。ベミホ、ベミホ。あ、そうそうそう。僕二期生で質問します。この渡辺っていう名前がちょっと言えなかった。もうなんか人気の子が2人おるわけやもんな。ベリサ、ベリカとベミホです。あ、もうそこセットなんや。今セットする。すごいな、そりゃ人気だろうな。ちなみに埼玉のドトンの起爆剤らしいです。なんだなんだ。埼玉なんて。埼玉のドトンの起爆剤。ドトンの起爆剤、この情報いらん。この情報があっても別に。ということで、一応全員見終わりました。正直これパッと見ただけで全く覚えてない。確かに。これちょっと時間かかりそうじゃん。いやな、マジで。そうですね。番組とかで結構この子はこれをしてる子とかこんな子やったらあれかもしれないですけど、名前とか書くけど結構難しいな、ほんまに。ロケマス覚えれそう。全然ですね。これむずいな。これ名字言っても下出てこんとかありそうやもん。あ、いやこれけどほんまにフルネームも覚えてもらったら俺も嬉しいです。どうやって覚えていい？覚えてない子はなんか特徴あるとか言ってもらったら、まあ、答えたりして覚えていったらいいかなとは思うんですけど。一回で挑戦してみていい？最初から取れる。あ、了解です。シャッフルしてもらってください。ちょっと一発目、まあ、さっきの流れで挑戦して、まあ、この時点で15人とか20人言えれば結構でかいと思うんですよね。おうわ、おったけどな。ここ京都の。あ、そうです。でもなんかミッキーが余計なさ納豆とか、そう、納豆とか、うんちきを入れてくれ。そっちが入るのね。名前が出てこない。名前何やったっから。松あ、マナモや。いや、違いますね。違うか。名字が松。松田っす。松田、これ全然出てこない。この子の覚え方、俺的にどの子、あ、あれか、コノカみたいな感じで。あ、コノカ、松田コノカ。はい。おお、松田コノカ。ちょっと俺、いらんこと言い過ぎた。あー、もう分からへんな。ひらがなちゃんのちょっとあれですね。ちょっと難しいな。あ、あ、そうそう。浜口ひろり。この子の性格がいいって。あ、そうです。性格がいいようだ。一部の次は二部みたいなんですよ。あ、二部なんちゃらとか。そうそうですね。二部なんやったかな。二部明かり。そうです。ひかるさん二部明かりとしてこれ。二部明かり。二部明か。ここ。パリピちゃん。パリピちゃん。パリピちゃん。ハリピちゃんって覚えてもたらもうそれ以上出てこない。富田鈴香。お、めっちゃ可愛い。小坂ゆい。ああ、小坂二文字はあってますね。え、小坂何やったっけな。小坂の。あ、そうです。来た、小坂の。欅坂。覚えとった、覚えとったか。とりあえず一回もあれにしよう。うわ、これ難しいな。石橋を叩いて割っちゃうコースね。今で分からんみたいな。名前使って、名前に全く変わった。石橋を叩いて割っちゃう子って、それで変わった日なんて出てくるやんか。あ、お寿司かないの。お寿司かね。お寿司が好きだ。お寿司が好きって名前に寿司入ってんわけやもんな。はい、意味ないやん、それ。覚えるも何もないやん、そんな別に。金村美久。お、この子何やったっけな。
出てこんな野本竹本ね。はい、竹本です。お冬か。あーそうー、何冬かやったっけな。トレンディエンジェルス斎藤ね斎藤冬か。お今泉ゆい。あーそうっす、はい、はい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 、きた。おお、これはめいめい。あそうっす、そうっす。めいめいどこだ。名字ひろくんのめいめいっす。ひろくんのめいめいね。ひろくんめいめい。やぶいや惜しいっす。でも惜しい惜しい。東西な目的な。そうっす。どこの村か。東村。そう東村。全然ヤブ惜しい。どこが惜しい。おあ、俺、熱盛りっす。熱盛り何だっけ。チョコマンス。レインボーな感じっす。だ、ミジか。そうそうそう、ヨーレスト熱盛りみたいな。何だっけな、それ。カネモリ。あー、惜しいっす。え、石森。あ、石森か。石森。石森ミジか。はい。あ、この子も何だっけな。サッカーです。審判ね。出てこへん。影山。あ、影山プロか。あ、この子ユイちゃんズの一人っす。出てこへんな。小林ユイ。はい。この子が出てこんな、もう小池みなみ。はい。あ、来た来た。これが四文字っす。お、小田奈江。そうっす。あ、最初辺の子や、これなんとかスタイルって言います。よったよったな。小池スタイル。あー小池。あ、ちゃうっすね。尾関っす。尾関。あ、尾関っす。尾関っす。上見らりな。あー OK OK OK。 上見らりな。ほんまにめっちゃ覚えてくる。めっちゃいい子っす、ほんまに。やったっけな。ロックウッドも誰も覚えてない。お前悪い意味ないやん。誰も覚えてない。お前ほんま一人が覚えとけって感じで。こんな一人ぐらい専属で覚えるの。ほんまにお前この子だけは絶対覚えるんだっていう。これあのテレマカシーの子。そうですね。あ、牛渡りな。あ、来た。まだかそれフルネーム汚れじゃなかったと今思ったら。そうですね。この人僕の名字になるんですけど。何まだかあったっけな。なんとかダース 1,2,3,4 みたいな。あ、シダマラか。そうです。あ、トシの、カトシの。あ、早い。渡辺リカ。おお。渡辺リサ。おお。副キャプテン。副キャプテン。あ、森あかね。おお。よしよしよし。来たー。はい、来た。リカ、リカ。じゃあ、あ、これは、何やったっけな。ミレ、ふさきミレ。あ、ハブミズホ。おお。何だっけな。名字は一緒です。佐々木美久。あー惜しい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 。なんかそんな感じだったな。佐々木惜しいっす。久美。おー長尾も出る。おい長沢。あー違う違う。これボルボックスのコースなの。そう微生物の。そんなの分かるじゃん。全然名前とリンクしてないからさ。ヨネさんでこれてます。そうですね。ボルボックスヨネ村。ヨネテンナナミっす。ヨネテンナナミ。ロコボちゃん。あーこの子何だっけな。タイゾウさんみたいな。原田。おそうっす。原田一分の髪の毛です。青い。あ、青い。あ、来たっす。間違えました、誰かと。あ、奈良子。そうっす。あ、そうっす。何奈良子って書いてる。中澤や。あ、青いっす。中澤。あ、この子。何だっけ。鈴門が行くねんですね。鈴本。あ、そうっす。鈴本愛理。あ、違います。みゆ。はい。ん、この子何だっけ。僕が唯一遭遇したんですよ。あ、骨折した。あ、難しいな。難しいな、まだ覚えてない。柿崎めみ。渡辺。あー違います。渡辺だけなんか一個覚えてない。そこで少ないから渡辺しか。これ何だったっけ。スナックマオを開いてる人です。スナックマオ。井口真央。あー菅井優香。渡辺美穂。おいです。お前それいいよ。よーしょって次これは古風な子。さっきもいいです。なんか下の名前一回だけ。あー一回出ました。でも最初らへんですけど比較さん言うたすんで。あー宮田真奈も。ん、カトシじゃないっし。シじゃん。何氏でしたっけ。何やろ。マサラタンですね。マサラタン主人公ですね。サトシ。サトシなんですけどフルネームが佐藤志保。あー惜しい。佐藤しおり。あ、そうそうそう。きたー。韓国きた。斉藤京子。あーこれ結構見たんじゃない。意外にいったじゃない。嬉しいことに僕の推しを全部答えてくれる。1、2、3、15! おぉ、いや、半分ぐらい。はい、あと26名です、残り。これ、結構、もう来るんじゃない。じゃあ、次ここだけでいこう。まさかの、マヤカを覚えてもらえてない。本名、フルネームでさ、言ってないからさ。確かに、もう、やっぱ、マヤカしか言ってないから。そうそう、あ、確かにそうだな。そう。いや、ちょっと待って、ほんまにこれ、覚えなあかんわ。これ、もう一回やっても出てこん気がする。6マサ、半分ぐらい使ってます。半分、うん、担当しようじゃん、半分。これで。これ、こっち担当するわ。でもランダムに来るからな、これ。順番で覚えても、ほんまに顔と名前で言ってた。言ったら歴史の勉強みたいな感じですもんね。でも、暗記は得意だよな。でも、だいぶ。だいぶいったよな。はい。オッケー、もう俺は。マジか、マジか、マジか。ある程度、旅行ったな。これ2時間ですか。それ2時間です。石森です。あぁ。ちょっと、超ですみたいな。でも、そういうのでやった方が俺得意。行きますか、じゃあ。え、マジっすか。じゃあ、
どれ残りね、まだ25人ぐらいかな。さあ一発目から難しいの来たな。パリピちゃんですね。パリピちゃん、これはちょっと一旦保留で鈴本美優。ああ、はい、で出てくるもん俺は。原田、原田方がいい。ああ、そうです。牛尾されないんじゃないかな。あ、違うんです。これ誰やろ。これでも六松さんとやろ。え、いったあ、柿崎ミミ。あ、来た。あ、おーし。あ、ミミ。何で、これ古風。古風な古風。あ、まだまだ。宮田。おーし。宮田。すげえ。斎藤風花。おー。早い。この子が長沢でなかったから。この子何やったっけな。さっき俺覚えてたけどな。微生物の。ボルボックス。何やったっけこの子。出てこへんわ。米谷ななみ。はい。あ、この子は佐々木。久美。あ、そうです。佐々木美玲。おー、はいはいはい。出てこない。金村美久。あ、白原さん。おー、はいはいはい。牛尾さんじゃん。おー、よしよしよし。なまさみちゃんです。斉藤しお。あー、しおり。あ、斉藤しおり。あー、違う。佐藤しおり。あー、虹が。あー、違う。あんたせやの。あー、ゆいちゃんの。そうっすの。ゆいちゃんの、なんだっけな、小林か。頼む、なんだっけ。賢い子です。ここでこんな影山さん、あ、影山プロね。はい。あ、その子2時か。そうっすね。あ、そうっす。何2時かやったっけ。石森。おいっす。あー、そうっす。勉強プレイ納豆ですね。京都、京都ね。はい、そうっす。でこんな松田好花。好花まずいな。高瀬まだ。小関。小関理科。あー、そうっす。小関理科。親子誰やったっけな。高本彩花。で、この子が何だ、この子。あー、浜岸より。あー、難しいな、この辺から。知らなかった、無駄だね。うん、柿崎メイン。結構増えてきたね。結構すごいってすごいかもしれん、これは。じゃあ一応、まあこれはこっち側に置いといて。むずいな、この辺からやっぱ。この辺はほんまに覚えづらいな。覚えたらまた。むずいっすね。もう渡辺いないですよ。そうです。OK、でも結構いったかもしれん。ほほほほ、ですか。 OK、リベンジで。もうやるしかないから、やっていく中で覚えていくしかないから。そうっすね。でもほんまちょっとやからさ、でこれで全部終わった後にもう一回最初からやって全部制覇したら OK やから。そうですね。はい、バービーター。はい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 、だっけな。ちょっと一旦これなしで。あー、小池みなみ。そこやった。この子だっけな。富田。あー、違います。金があります。見事に金。あ、金村。あ、そうです。金村なんやったかな。金村ひより。あー、違います。金村ひよりって思いますね。金村ミク。この子何やったっけ。さっき俺も撮ったらみんな聞いた。あ、この子富田じゃなかった。あ、違う、チャンスね。あ、高本。柿崎めみ。おお。小林。あ、そうです。ゆいちゃん。米谷七海。おお。浜岸。あ、違います。あ、ちょっと待って。井口真央。あ、チャンス。何やったっけ。この子何やったっけ。松田好花。あ、そこか。この子何やったっけ。プロです、プロ。影山優佳。あ、そうです。うわ、この子、さっき覚えとったのに変わった日な。あ、これはなんか間違えました。そうですね、一回言ったっすね。井口真央。あ、違います。もう一個見ます。もう一個の方最初。あ、富田。あ、そうです。名前も難しいやな。鈴鹿なんとか。マナ。あ、そうです。川田マナ。あ、違います。田から始まります。結構シンプルな名前って気がするな。田村。あ、高瀬。そしてめっちゃ特徴ある名前ですもんね、これ。はい、そうです。うわ、なんだっけ。浜岸。あ、そうです。ほのかしってる、浜岸のり。特徴あるな、あれや、大人ない。井口真央。いや、ちょっと井口真央は多分クリアしてます。クリアした、井口真央。どこ行ったの、井口真央。なんかやったっけ、この子。南部って一回言いましたね。二番ありさあ、とりあえず。もうちょっと、まあこれ覚えたっていうことはしょこも。はい。もうちょっともう多分いけそう。うわー、あれかー。いけると思う。もういくしかない、これは。もうラストスパートやから。これ今この間にもなんか忘れてそうで怖いんやな。はい。ちょっと一回ちょっと飛ばして。はい。これ取ったやけどさっきまで出てこへん。松田好花。あ、そうです。高瀬真奈。おーい。二分かり。おー。高本彩花。おー。飛ばして
小池美愛。おもうちょっとじゃあ、ってことは金村美久。あーではないです、でもいます。そうですね、金村美久やこれ。あそうですで、どっちがパリピちゃんか分かりますか。どっちやろ。あ、そうです。出てこない。あ、富田鈴香。そう、富田鈴香。この子が川田ひな。そう、そこやね。富田鈴香と川田ひな。さすがにもこれは覚えてるやろ。富田鈴香と川田ひな。よし、富田鈴香と川田ひな。はい、もういける。全部いきますか。うわ、まあ、一回全部通してみよう。通してやっていくしかないわ、これはもうほんまに。さっき15枚でしたもんね。うん、いや、これはもういけるんじゃないかな。これでいけたらめちゃめちゃ早いです。いや、やばいですね。でも視聴者もみんな覚えるんじゃない、この動画通じて。手焼き坂の方。そうですね、はい、うん、ほんまにちょっと吸収したら難しいな。よし、ちなみに名人覚えとる何人か。名人もちょっと参戦して。一旦もし俺ら出てこなかった時、はい、いや、ビリサ、ビリサ、渡辺ビリサ。はいはいはい、はい、森あかね。はい、平手里奈。ハブ・ミズホ。トラガオイ。違う、あ、違う。あ、一番人気ね。あ、なんだっけ、小坂由里じゃないね。あ、惜しい。惜しいっす。小池じゃないもんな。名字はあります。あ、名字あったよ。小坂由香や。あ、違いますね。じゃ、小坂真央。あー、惜しい。いやー、惜しい。めっちゃ惜しいっす、さっきの。さっきの惜しいっす。めっちゃ惜しいっす。小坂真央が惜しい。はい、めっちゃ惜しいっす。ひともきしろです。小坂真央はだと。いや、違います、違います。オーガットです。オーガットやん。小坂リオでもないもんな。いやー、なんかね、でも真央の、もう真央の感じの惜しいっすね。真央の真央。あー、惜しいっす。小坂真央。はい、小坂真央やったか。長浜ねる。早いです。お、結構でもこれを間違えてる人いました。ある人と宗教っぽいって言いました、一回。なあこれ、なあこ。ああ、そうっす。長さはおお、なあこ。おーい、菅井優香。おーい、今井純喜。あー、違う。鈴本。あ、鈴本美優。あー、そうっす。あー、これ渡辺美穂。あー、そうっす。何やったっけな、斉藤京子。あー、そうっす。早い。大関理香。おーい、下の名前がすぐ出てきてますもんね。そうっすね。あー、斉藤二時間。あー、惜しい。なんとか2時間やな、確か。そうですね。金森。あー、惜しい。石森。あー、やばい。渡辺梨沙。あー、梨沙、梨沙、梨沙。まさか通るの。佐藤。おお。志村。あー、惜しい。佐藤、そうです、そうです、そうです。後ろ、紗理奈。おー、早い。来た。志田真奈。早い。オッケー、オッケー。佐々木美玲。おー。佐々木美久。あー、惜しい。佐々木じゃないな、佐々木は。いや、もう、てか、美久も落ち着いてる。佐々木久美や。佐々木久美。あ、そうです。斉藤風雅。おお。玉木詩織。おお。上村里奈。はい。二枚釣り。おお。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、最後の三択に残りましたね。残ったな、残ったな。あ、富田じゃないもんな、この確か。そうか、金入りますよ。金村美久。ああ、加藤志保。高原綾香。ああ、惜しい、惜しい。高本綾香。おお。小池美奈。ああ、やだ。あれや、ゆいちゃんね。ああ、そうっす。名人さん分かった。名人分かった。小林。おお、小林。すげえ。富田。はい。綾香。ああ、違います。富田。鈴香。おお。川田ひな。おお。どうも、声の正解ですね。小池奈美。おお。古風な。ああ、やったな、やったな。まなも。ああ、そうそう。宮田まなも。おお。ああ、広く。宮島由美。おい。何やったっけな。これめっちゃ言ってます。めちゃくちゃ。おだなない。あ、違います。井口真央。おー、原田葵。おー、これ結構あれですね。最後の方が残ってましたね。二部赤い。おー、分かりね。川田。あー、違います。この子何だっけな。マナ。そうっす。高田。あー、惜しい。高木マナ。あー、惜しい。高瀬。おー、そうっす。この子や。マナ、この子。おー、そうっす。何々プロス。鍵山優香。おい、何やったっけな、この子。いつも詰まってないな、この子。間違えてますね、読み方も間違えてます。あ、あれや、米谷七子。あ、惜しい。七子。あ、違います。米谷七海や。あ、そうっす。柿崎美美。おー、きたー、きたー。最大強子。あ、違います。4文字っす。おだなめ。あ、オッケー。おー、やばい。3人、え、4人。もう、まあ、こんなんで覚えとうよな、これ。いけるな、これいけるな。いきますか。もう名刺も結構覚えてない。小林ファインプレー。結構ではないですけど。軽めのヒントはちょっとありです。はい、了解です。オッケー。これいけます。これも次いきます。もう志村め絶対覚えてない。ちゃんと覚えました。さあ、行きましょうか。行きましょうか。はい、早速難しいの。最初から宗教って言ったら多分終わりだ。あー、なんかね。はい、長澤奈々。はい、正解です。長浜ねる。はい、正解です。変わったひな。おお、正解です。渡辺梨沙。正解です。
原田青森富田、はい、鈴鹿おお小坂小坂直おーっす正解っす牛尾アリサあーおっす牛尾さんじゃんおーっす正解っすで、米谷七海正解っす名人さんが小林ゆいおーっす正解っす小池美奈正解っす高本彩香おーっす加藤翔これはもうっす佐々木美玲正解っす尾関理香おーっどうなーやったっけなちょっと待ってよ金入るのは終わりですよ金村美玲おーっす北村中これもう一言言ったらすぐいつも出てきますねこれ何やったっけなすぐ出てきます2番張りあ、違いますサトシじゃないな違う何やったっけ何やったっけな宮田真奈美じゃないのプロってずっと、うん、あ、神山神山優香あ、そうっす平木優香おおこれはもう一番名前発信小田奈美違います井口真央佐々木久美おいあ渡辺理香おー違います羽生瑞穂おいはい違います森谷奈美おいっすさっき覚えた奈々子あー違います奈々美あー違います真奈タウンの佐藤もうおぉしおりおぉ正解です柿原めみあー惜しい柿崎めみあーそうです佐藤京子さすがっす東原めみあー違いますじゃあなんでこの前だっけあ、あれ渡辺美穂あー正解です菅優香いいっす OK OK あ、東原めみ OK 東原めみね東原めみこれも結構言ったらすぎ宮田真奈美あーそうですうわもうちょっと鈴本美恵あー出た川瀬あー惜しいっすねなんとかせえそうっすねあ、出ますねなんとかせまだあーそうっす松田このかおーはいはいあとちょっとこれも小林ゆいあー違います鈴森にじかあー惜しい石森石森あーそうこれもすぐいつもですどうっすね小田奈美あー正解ですばかりおいおーはい、上村里奈はい浜口ひより正解ですおーあと2枚はい、斉藤風雅そして最後今井泉ゆいわいやー制覇、まあ、一応軽くヒントは出してもらいながらも、はい、でも大体は覚えましたよもういやすごいっすマジでいやー覚えたーあんなパッと見てもらっみたいなホンマよかったーいやでも生覚えたらだって次から見る景色も変わりそうそうっすねいやー覚えとこうもうほんまにあでも結構忘れんと思うこんだけ覚えたらいやー楽しかったこれ次飲み方も行きたいなまた行きたいああいいね飲み方も覚えたいなと思ってるんですよねまあでもこれでも1ヶ月後とか2ヶ月後になったらもう1回覚えるとかってまた微妙な話だったから写真変わるたびにずっと顔も変わってきそうやんこの写真で覚えとこうからさいやーでもまあもう結構覚えましたねもう上村さんとか絶対俺忘れないと思うんですよ多分瑞穂とかねその辺は白村さんとうん白村さん東村東村メイトメイ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 ヒロ君も忘れない ありがとうございますということで今回はリアクション46のメンバーを全員覚えるというのをワンショットの2人とやってね概要欄の方にワンショットのねチャンネルも貼ってるんでそちらの方も見てください、はい、今後多分同じ姫路なんでずっとコラボしていくと思うんでねチャンネル登録しといてほしいなと思いますあんな感じで今回はこれで終わりますありがとうございましたありがとうございます最後にさヒロ君さあ、ありますいや、ありがとうございますほんまに何も覚えたことやらしようはい金村美久はい浜石言えちゃうえあと浜石より浜海はいこれマリカースタイアー3人言うとだけやから